さあ始まりました。インクロジョンのハンガーアンガー、インクロジョンの矢野沢です。坂下です。お願いします。ます嘘つきみっけー <laughs> 何だ<よ>はい、嘘つきみっけー怖いわ、二日酔い怖いわ、もう。バラすなよ。<laughs> 二日酔い怖い,い。嘘つきみっけーえ、<laughs> 何あの、生放送の、<laughs> はいはいはいえー、アサルスラジオ。うん。えー、終えて、今、ここで収録をさせていただいております。はい。嘘つきやね。 いやごめんかけどまだ心当たりないえっ、ー、あんなに大嘘ついといて俺ついたかうん毎回ねコーナーで「まる、あ、散歩」「誰散歩」「坂散歩」「米散歩」とかあ<ー>そういう散歩を行ったついにちょっと気になるようなお店で商品を買ってきて紹介するっていうちょっとワンコーナーがあるんですけどそこに1年目の柴田さんという女の子がええー 入ったんですよ今回はでその女の子が、うんえー、も今回は散歩をするということで芝散歩で、はい、その女の子が大好物のチーズケーキを買ってきてくれたんですよそうそうそうかったわかったね <laughs> まあ美味しかったで僕チーズケーキ好きなんですいやうまかったなはいなんて言うと今 <laughs> いやうそつき発見いやもうマジまずいわ <laughs> 嘘つき発見そのこの辺はまずちょっと説明するとなんかねチーズケーキを買ってきてまあこれがめちゃくちゃ濃厚でとろけるクリーム系のチーズケーキでなんか私チーズケーキ好きなんでもう一店舗から買ってきましたって別の持ってきたのがピスタチオのチーズケーキとかチヂクがのった期間限定のチーズケーキもしくは抹茶のチーズケーキみたいなのがあって まあ僕は好きだからまあ普通に食べて。で、美味しいとか言ったら、坂下が、その、抹茶のチーズケーキが目の前に来た時に、ずっと、その、田上さんという方にこう渡してたんですよ。<laughs> そうそうそう。渡そうとしてたんです <laughs> そう数がちょうど3つ,3つしかなくて。米沢、坂下、で、その子が先にもう食べとくっていうボケをしたから、その3つでも残り田上さんが食べれないから、坂下が、 こう田辺さんにこうう気遣いのフリをしてたてして渡さんは逆に気遣いで「<laughs> いや食べり食べり」ってやって、えー、まず結論から言うと、うん、チーズケーキ嫌いかつ抹茶が嫌いやから抹茶チーズケーキなんてマイナス足すマイナスで大マイナスな、ね、も<う>っていうところで「うん、わこいつ抹茶嫌いなのに食べようとしてるなて」と俺俺も知ってたからちょっと笑いながら <laughs> ちょっと面白いなと思ったら、うん、もう本当にチーズケーキの,あのいわゆるまあその の何ホールケーキを切ったような三角形うん、うん、三角柱になりましたな、うん、それのもうちょんとだけその本当になんていう <laughs> 先端をちょんと小指分ぐらい小指の爪分ぐらいちょん食べてパクッと食べてあうまい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 嘘つけ <laughs> 嘘つけてそっからそれ以降全部食べずにいやもうあれはちょっと何をか嫌いなものを重ねるなと思ったの。 そうにして嫌いなんせよとか言えないからうまい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 はい嘘つきねバレてたやっぱバレるわ多分顔にも出てたよな多分ねいやいうかそのんでそんなに田上さんに譲るんやろうと思ったもんねいや別に食べたらいいのになとか俺最初思ったらあ嫌いやこいつはい嘘つきですねすいません本当にまあという嘘つき動画でございますがちょっとメッセージが来てますはい えぼ,ぼっちおたくさんからです、はい、YouTube なんですが <YouTube> 私は今「復劇ゲーム実況」の米沢さんの自己紹介を全て確認し編集し、うん、誰の名前を使ったことがあるのかリストにしているところですあ復<ー>劇ゲーム実況」っていう YouTube の生配信ではい、はい、僕が挨拶の時にごめんなさい僕が挨拶の時に 二日,日酔いですから、ごめんなさいね。僕が挨拶の時に、西津さんが倒れ込んで笑いすぎやった。笑いすぎ。じゃあ今そんなに笑わんときはうまくカットできたでしょいいんですよ。その僕が復劇ゲーム実況の挨拶自己紹介の時に、てそう、女性よりもパンが好き、パン食ったジローラマですみたいな、そういうのをやってるとうのをリストにまとめていると。 先日のインライ,<え>インスタライブで米沢さん曰く、米沢ファン史上一番暇な方、リストまとめてください。お願いします。と俺が言ったんよ。ああ、コンビニインスタライブをした時、坂下、うん、もったんやけど。うんうん、とのことで、暇人代表の私にお任せを。なんせファンになったばっかりの新参者なので、<え>見ていないものの方が多いのですが、うん、毎回あんなに凝った自己紹介を考えられるのが凄す,すぎてびっくりしてます。これからは楽しみにしているので、ネタ切れしないでくださいね。ガンガンはもちろんお二人の YouTube も毎週楽しみにしておりますと。で、 追伸で坂下さん、プロフィール帳届きましたとこの方でしたからね、そしてステッカーもついてて感動しましたとスマホの裏に挟んで宣伝します、で質問、手書きのメッセージ、あれは西津さんですかと、あ、西津さんですということで、嬉しすぎましたということでございます。でよ、もうね、100回以上やってますから、ゲーム実況ね。 リストままとめが届いてます <laughs> すごいよえな、ー、でこれは募、えー、たくさんからもちろんね、はい、でラジオで読んでいただかなくて大丈夫です米沢さんに届いてほしいです、うん、ということなんですがもうたくさんまとめてしかもあのメッセージ3枚分う3枚になるそう紙3枚分、えー、届いてるので、まあ、その全部は読みませんが、うん、ちょっとこんなあったなとかあちょっと楽しみやわ。なんかその前、うん 前振りみたいなのがあるのよだから女性よりもパンが好きパン食った次郎なものその女性よりもパンが好きの部分が忘れてるやつとかもあるあなんで俺こうなったんや覚えてないやつもあるそう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 例えば鈴木服を鈴木服とか鈴木服のでも想像できるんだよなんかこう言ったやろなみたいないや全然覚えてないねえ無理なんやひろゆきをひもゆきとかそういうのをやってるとちょっと今 僕ね、目を通させていただいて、ちょっと自分でもふふと笑っちゃったやつ、ちょっといくつか紹介します。まずね、結構やってるんやなって。辻望みを無事望み。ああ、いいやん。で、マイケル・ジャクソン、泣いてる・ジャクソン。で、稲垣吾郎、頂吾郎。布施明を無世明。まあ、いろいろやってますね。いいね、しょうもないね。しょうもなさがいいね。好きしょうもない。めっちゃいい。j y パーク k が k y パーク ちょっとかぶってるのもあるわさっきのマイケル・ジャクソンを泣いてるジャクソンみたいにマイケル・ムーアを泣いてるムーアってやってるのも俺それ知らないのもう覚えてないから何やったかだから俺はかぶりたくないからリストにまとめてっていうのを言ったのよああまとめてくれたから俺これ今後かぶらないようにね持ち帰らないけないも平泉星を白泉星北斗晶を徳穂昭 <laughs> あいいですねこれしょうもないわ <laughs> しょうもないとか思んないよこれ大泉洋を大泉よ,大大泉よ <laughs> いやいいよでもそうパターン、ね、しょうもないと、ね、きて三北王子深夜。<laughs> 金無し和也ああいいね亀梨、うん、ええー、いいですねメラ,メラヨシカえゲラヨシカズ <laughs> <laughs> えー、磯山さやかウソ山さやか ああ、いいなしょうもねえ,え、オードリー・ヘップバーンを、じゃ、うん、オードリー・ヘップバーンうん。ごめんなさい。オードリー・ヘップバーンを、オードリー・一分半これいいよね。これいいうん。うね、今、1位かも、俺、それ。あ、オードリー・イップ一、うん、1分半、いいかもね。うん、で、完全に被ってるのが出たわ。え、何その、名前が全部被ってるの。あ、もう全、 王貞治を、能貞治を2回やってるらしい、これ。<laughs> 知らんかったけど。いや、やっぱ忘れないや忘れるから。んで、えぇ、ー、新海誠、玄海誠とか。あぁ。はいはい、若旦那はバカ旦那。あ <laughs> あ、いいね、それも。あこれ俺好きやわ。バカ旦那もいいね。俺好き。あの片岡鶴太郎を片手間鶴太郎。<laughs> これ覚えてるもん。ヨガを片手に間にやってますっていう。あ、そう振りも覚えてるで、片手間つる太郎。山本真一家。 いいやまあいいかうのをたたかとかねであれカ坂下ーンで激滑りしたダイヤモンドトラップカード発動表示形式を変更できず攻撃できない愉快マークがねそうヤモンド愉快の6房製のマークで6房製のなんとかっていうトラップカードがあるからこれをして激滑りしたやつねそうなんやで新パターンっていうのもあって珍しいパターンねこれ覚えてるからちょっとやるわ広瀬 お前日陰に休ん日陰ばっか行ってすぐ日陰行くやんか広瀬お前は日向とか出なさいすぐ涼むずっていうのがあるんやああ広瀬とか言わないんや、うん、すぐその鈴す<ぐ>広瀬鈴ね、うん、すぐ涼む鈴っていうのとかがチンパターンだからそのちょっと違うパターンで、まねうん、あと「林ーカーの「シーンがシーンとか。 こチンパタまあそういうのがありましたちょっと見て探したどういうのが好き探した中ではいや俺もう「むせあきらとかめっちゃよかったけどね俺でも見たいやつあるわそのこの今一通り見ててあのね「仲いいさちょっと見ていい?」「仲リーさちょっと」「いや仲いいさ」「仲リーさ覚えてないこれ」「えこれはめっちゃいいよ」「ええ」覚えてるのかな た確かよこんな感じだったのは <laughs>、うん、え秋吉でしたよね旦那さん秋吉さんですよねえ、うん、秋吉とずっと一緒仲いいさ <laughs> あいいねいいね <laughs> めちゃくちゃいい,いこれは天海祐希を何て言ったか覚えてるお前えな何て言ったっけあもう言うかあの天海抜き <laughs> <laughs> <れ>あだからそれは、ね、なんか確かこれちょっとやってこれもちょっと見たいわ、えー 私はブラックコーヒーしか飲まないみたいな感じで。<laughs> あ、長くないからいいよね。そう,そうそうそう。天海好きです。これもいかがな。ミスたまりこ覚えてるか、うん、ミスたまりこ。<laughs> そうそう、ちょっとやってほしいわ。えー、でん <laughs> ンんでンでんンんでンドンデンデン。<laughs> 来てません、来てません。ミスタマリックあー。優勝ですね。<laughs> いや、本当はこれもね、こういうしょうもないのって、うん、結構ね、マージャンの時から来るんよ。 マージャンそう。ね、マージャンしてる時って、もう、その、しょうもないことを言うんよ。なんか、例えば、<ー>キュー、えー、キューピンっていうのがあるよね。まあ、マージャンの用語で、うん、えー、9つのピン図で、キューピンってのがあるんですけど、キューピン、キューピンって言いながら出したりとか、<ー>もうそういうしょうもないなかった時に、<ー>俺がパンって、<ー>うわーミスったミスったマリックやんとか言ったのから来た <laughs>。だからこれ使おうって、ね、そ,そうそうそう。そういうの結構あるよ <laughs> 俺、これ、もうめっちゃいいけどな。 その、何も文字ってないんやけど、でも、ボケになってる。あの、浅田真央。ああ<ー>、うん、ちょっとこれ、れこれ答え言わずに振りからやってほしい。ちょっとね。覚えてるかな。うわあ、ちょっと待って。深夜練のつもりがもう、あ、スケート深夜練のつもりがもうこんな時間や。朝だ でですいいしょうもなないいいいししょうもさ徳川お願ますえ覚えてなあっ何かいやはいイエスマンな感じやった気がする戦国武将倒してこいはいんとかんとかしてこいはいんとかんとかしてこいはい徳川家康スい いい,、ね、い,いまあでもオードリー1分半やっぱめっちゃいいなえこれフリり覚えてないこれはいや絶対覚えてないこれに関してはマジで覚えてないこれ新たなオードリー1分半です見たいけどなオードリーいやだからそれは服劇ゲーム実況のアーカイブ残ってるんであそれ見ればいいのかバカ旦那もねめっちゃいいよねあこれバスコダガマやってほしい、えー、覚えてる、うん、世界一周」 えーえー、っとね2024年「船で世界一周できてませんバスコがまだ」V で書いたやつバスコだ我慢けどいい、ね、バスコがまだあ<ー>、まあ、みたいな感じだった気がするそうね,いいうねまあこれいや、はい、すごいい,いやこういうのをやってるので、うん、ちょっとラジオ的にも盛り上がったんでまとめてくれてありがとうやね、うん、墓地おたくさんには、うん、ありがとうございますちょっといろいろやっていくんですがあの今後はねちょっと 新パターンの、そのすぐ進むすずみたいな、そっちのほがちょっと増えていくかもしれないあ、マジえ、でもちょっとやってほしいやつあんやけど、ちょっと、これちょっとやってほしい。これ。はちょっとまだコントいけねえよ。いや、ちょっと収録間に合わねえよ。もう、あ全然終わんねえんだよ。あすごい、もう大変なんだこのバイト。どうも、皿洗い中。ちょっとこれやってほしい。え、あ、洗い中さんにかけて。皿洗い中、ちょっと。皿洗い中。あ、いいですね。ただし。ただし。 僕の中でちょっとこれ一個だけルールがあるんですよ、うん、え何芸人はしないっていうのがあるいやちょっと待ってそ見せてそれいませんかえいないっけな芸人はしないっていうのがあるよ先輩芸人の先輩をいじらないっていうのがあるからえいないかいないよ<え>舞台上でいじるとかはあるけどそのラジオとかでいじるはあるけど、うん、いない先輩をいじるのは俺はしないんで でも天童よしみさん芸人じゃねえだろお前なめたら圧巻ってギャグじゃねえじゃんこれちょっとやってほしい天童よしみもな何やったっけも全てないわこれちょっとやってほしいえ芸人じゃないけどもうわこれああごめんなさいなめたら圧巻待ってなめてもいいか天童よしみですあっ芸人じゃないか芸人じゃねえか芸人やってないのよああそうかあとねキャラクターもやってないのよ ああ、いないか。だから本当にミスター・マリックもミスター・サタンとかにしようかなと思ったんけど、キャラクターは無限におるやん。だけ一旦芸能人でやって、尽きたなと思ったら、今、ストックみたいな感いやでもこれ、ミスター・マリックで正解と思う、俺は。ミスター・マリック。表現しやすいし、マジック失敗に。ということで、もう蝶徳さん、ありがとうございました。定期的にまとめてほしいな。 <laughs> 更新また、ね、仕事しかもね、うん、そのぼっちょたくさんだけじゃないのよ、実はいや、分からん、ぼっちょたくさんのインスタとか知らないから、ぼっちょたくさんかもしれんけど、俺、なんか急に DM が来て、リクエストのところに、別でたリクエストのところに、1って表示されて、うん、これ誰やろうと思って、全然、もちろん知らない方なんですけども、うん、ごめんなさいね、認知はしてないんですけども、ちょっと来まして、はいえー、ジャコビの尻尾さんという方から。 <laughs> ジラジオネーム見きましてみたいなの、えー、インクルージョン米沢の自己紹介集をリール動画に上げてるのよ <laughs> 全部<え>リールでえー、それ DM でまとめたとかじゃなくていやじゃなくてリール動画でどんどんどんって普通にインスタとして投稿して投稿しましたみたいな DM が来たん、えー、<laughs> めっちゃありがたいやんすごいぜ だから動き付きでも見れると。だからそうそう振りも見れるよね。そうそう。だから、うん、そのさっき言ったオードリー1分半とかこれで見たらね。ちょっとオードリー1分半今見ていや、探すの大変やって。じゃ今ちょっと頑張って <laughs> ちょっと見たよ、どうしても。ちょっと、ちょっとじゃあ探しますわ。見つけました。あ、見つけた。オードリー1分半を。ありがたい。楽しみや。1位 1> あの。この方が上げてるリール動画、うん、俺がやっぱり百個ぐらいやってるから、うん あのパート3まであるわ <laughs> なやっぱ3なんやね <laughs>、うん、そんな中から探しました「うんえー、オードリー1分半の」の、えー、前振りも聞いてください、はい、こちらです、はい、えー、私が出てたハリウッド映画の上映時間は90秒どうもオードリー1分半ですお願いします <laughs> <laughs> なるほどこれでございますああはいはいこれね1位です味噌、はい、分かりました あのまず私が、えー、出演してたハリウッド映画の、うん、出演時間は1分半ですって言ってないの 90, 90秒ですっていうことによって1分半をばらさない、うん、でしかもオードリー・ヘッバーンという女優も不正なというねい、はい、ありがとうございましたこれ募集するのもありなんじゃないあこれ募集しない<これ> <laughs> あすごいなこ<れ>決まりがいっぱいあるんや、ね、あつしか出さない,はい、はい、だからあの 大東さんとか下流の人たちとか DM でこんなんどうですかってやっぱ来るらしいんよへえそれをそれを個もやってないらしいだから送ってこないでほしいみたいなまあそのポリシーを持ってるから俺もそのポリシーでやってるってじゃあこれはいいとただまとめるのは受付ありがとうございますいやその 混ざらないようにね。泥をして泥をしないかわからないようにしなきゃいけない。うん、ということで坊長たくさんありがとうございました。ありがとうございました。いたやありがてえなこれは。おもろいな。うん、めちゃくちゃおもろいわ。すごいや。どんぐらいかかったんかなこれ。確かにね。一日費やしたんじゃない。キングオブレディオンインクルージョンのアンダーハンガー。飲食店の皆様ありがとうございます。え、ちょっとこれ提案なんですけれども。はい まあ焼肉とか食べ行くじゃないですか例題が焼肉なんだけで別にそのいろんなとこ行くんやけど、うん、例題が焼肉なんだけで焼肉食べ行きます、うんえー、いらっしゃいませって来た時に、うん、最初何が来ますまだメニューも何も頼んでない時に最初お冷やとかと,とおしぼりが来るよね、うん、おしぼりって2枚緑ねああ<ー>最初 俺、これずっと皆さんに。あ、マジ俺、でも一枚でいいかなって。まあ、その、えの使い捨てのタイプあるやん。ふうに閉じ取って、ビリティアブで使い捨て。あれの、その、何、コスト削減とかもちろんあると思うよ。でも、2位いるやん。え、何用でまあ、手、服。服用やろ。じゃあ、まずおしぼり、パッときました。手、服。まあ、その、おっさんとかで顔も拭く。で、終わりやろ。靴はこうなのよ。 手拭く、うん、えー、顔拭く。で、えー、焼肉食べた時に油やタレが机に落ちる。うん、そのおしぼりで拭く。うん。そのおしぼりでタレとかを拭いたおしぼりで、もう手拭きたくないやん。うん、ああ、そういうことわかるああ、わかるわかる。かつ、えー、コースターにもすると。お酒を飲む人とかは氷の時が早いから、その、水滴るから、コースター代わりにする。でも、このタレ拭いたやつをコースター代わりにするのは別にいいやん。 でも、タれ拭いたやつ、机を拭いたやつ、落ちたものをおしぼりで拾ったやつそれでもう手は拭きたくないのよ。って考えたとき、おしぼりにいるくね、汚れた時き用のおしぼりですね。だから、まず一個おしぼりが来て、それで手拭いて、その汚い手拭いたおしぼりは、机拭く用、今後、新参者のおしぼりは、顔拭くとか手を拭く用、口周りとか拭く用を置いとく、これが理そう。 まあでも確かに2位配るとこはない。ない。俺は絶対おしぼりもう一枚いいですかって言ってう,うん、うん、最初にね。うん、で、あと取れるとこもあるよね、最初に。ああ、そうそう、ねうん。やっぱそこで余分に持っていくとこ、うん、そこで2位取ると思ったらよ。俺取れるとこは4取る。<laughs> めちゃくちゃね。これあるよな。うん、これちょっとでも結構明暗じゃないいやまあ明暗やな。まあ確かに困る。まあ困ってたわ、俺も。うんうん、思い返したまあでもコスト削減とかは絶対ありやん、そちら側の都合もありやんあまあだから、その取るとこもなんか、 回数制限されてあるしおお一人様一万個数やろん回数取りに行く取り回数いや個数やろで取りに行く回数制限されとんじゃお一人様何個までみたいなっていうのちょっとあってあそれイライラするだからやっぱこれを文句言う前に一回ありがとうございますということで謙虚にやっぱ謙虚な姿勢であでもすごいこれ あの、また評価上がってるメールで来たからね。そう。成長してる。あのメール、あのメール回さ、聞いた俺がブチ切れる瞬間おもろすぎるね。それを褒めの回で出せってやつ。めっちゃおもろいわ。え、続いていいですか。はいはい。え、タクシー運転手さん、いつもありがとうございます。ま、あ究はどうね、ここ。はい。あの、タクシーさ、 1>, 1万円のお釣り用意しとけや。ええー、お前だから坂下は車通勤やから、あんまないのよ、俺はバスとか自転,、まあ、自転車持ってるかバスとかやから、寝坊したときタクシーになるまあそのもう間に合わないって時にね、その時に1万円しか財布が入ってないこと、まああるわけよ。 1万円じゃあ先に崩しとこうって言っても自販機では使え,あの使えるけどその別にいらない水とか買いたくないやしかもましてや遅れるならその余裕がないからなやんなのに1万円しかないっすかみたいな、うん、あ,あそうですね1万円しかないっすよねみたいな、うん、うわ切らしててみたいなあり、うん、えんとで俺何回34回あるやんやけどそれ、うん で、コンビニに寄るのよ、で、その人が水なり買うか、両替できるお店やったら両替して、崩してくれて、そこでお釣りをもらうんやけど、俺、一回やったのはね、もう忘れもせん、福浜2丁目のセブンよ、交差点はね、四つ角の4つの交差点あやんそこのセブンに劇場行くときにタクシーに乗って寄らなくちゃいけなくなったんや、あの周りってコンビニあそこしかないんや、マークイズ向こうのローソンか。 で逆方向から来てたから、セブンに寄ったのよ。で、その運転手、まあもうそいつって言うわ、そいつがお金を下ろしてる間、メーター動いてたからね。うわそれは、止めろやそれはちょっとだめだわ。腹立つやろそれは、最初の研究ゾーンいらん。いや、それは、それはおかしいわ。止まってるし、いや、ちょょちょょ待ってくださいみたいな。帰ってきて、これメーター動いてませんみたいな。そしたあはい、すいませんってって出発する。 あーこれはちょっとおかしいなこれ結構きついよなこれはよくないねねああよかった腹立つ、うん、でもまあ最初に謙虚な <laughs> いやいらんよそれ今回に関してはいらんこれはあそうですかうんこれは成立してる、うん、あの天神でビラ配りをしてる時に、うん、謙虚いい謙虚 <laughs> いい、うん、あの話しかけてくれる方々うんうん 時間つぶしになるのでいつもありがとうございますはいあ謙虚ですねあの、うん、おばちゃんがね、うん、一回話しかけに来たのよ「うん、もう俺全部メモってるわトーク、うん、腹立ちすぎて腹立つというかねごめんなさいこれちょっと帰るわ虚なしかったんよあそっち系ビラ配りした時おばちゃんが「うん、あの私周りから面白か」って言われるけん吉本入らんねえって 言われるとよ。まあまあまあ、でもそのおばちゃんの冗談やあいいんすねみたいな。言ったら、その、チラシを配ってるわけやから、そのチラシの、米田二千の愛さんを指さして、私この人より綺麗かろうとか言うんよ。でも俺は、いや、綺麗ですよ、とか言う。まあ言うよで、綺麗かろうって言ってで、しかもその後に、私、この辺で歌も歌いよるとよ、みたいな。なんか路上ミュージックショーかなんか、おばあちゃんよ。 で、えー、歌えるとよ、みたいな。あ、私も劇場作ろう。三越劇場へようこそ、って言いながら歌って、どうも三越ですって言うとよ、みたいな。あ、いいじゃないですか、みたいな、うん、俺がね。えー、お名前も三越って言うんですね、うん、って。うん、違う。 どういうことで、俺は、いや、違うんかいって言ったら、そのおばちゃんが、キャキャキ,ャキ,ャキャみたいな。もう勘違いおばちゃんよ。<laughs> うん、その、私が面白かったみたいになってるやん。ああね、で、キ,キャキャ大爆笑して。で、その後、三越劇場やから、三越って言うんよ、みたいな。うん、ああ、なるほどと。わ、うん、かって、じゃあ、ソラリアではって、急にクイズしてきたよ。 ソ <laughs> ラリアでは名前何になるでしょう、ね、クイズめっちゃ楽しんでるやん。ね、言われて、うん、えー、じゃあ、ソラコって言う、うん、もうボケんよ、そんなこっちサイド。うんうん、ソラコって言うよ。正解みたいな。うん、じゃあ、<解>博多駅では、うんうん、って言ってきて。博多コって俺が言ったら、違う、広子。じゃねーって言ってどこ行ったんよ。 むな,しむなしいな。むなしい。俺の知識のなさ、ねうん。あれでヒロって呼ぶから,ぶからね。博士、博士もヒロシって言うやん。うん、ほんので、ヒロコ、博士っつけた違う、ヒロコ、じゃねえみたいな。声 <laughs> のクイズ、チャンス一回きりやったんや。<laughs> きつそんな人と話したんやね。やビラ配りね、めっちゃ出会うぜ。いいね、ビラ配りやっぱね、腹立つ人もおるよ。 あまあ、もちろんねあのチラシをべーっとくしゃくしゃまとめて目の前でポイ捨てしてくるとかあ大概やな俺はもちろん拾わないかんや、うん、吉本が悪くなるからこれ拾ったりとか、まあ、そういうやつも俺はめっちゃもろくて急になんか大学生みたいな人がイヤホンつけて「うん、カズレーザーさんって吉本ですか?」みたいな「うん、ああ違うよ」みたいな「な吉本じゃないよ」みたいな「え吉本ってあのど,どういうシステムなんですかその何あれだ 寮とかあるんですかみたいなうん、うん、あでも寮とかはないみたいなうん、うん、あだからえっでも結構その一緒に住んだ時期とかの話を聞くのはみたいなあそれはみんなお金なくてシェアハウスとかしてるんよみたいな、うん、あそうなんですねみたいなええー、って言ってえもう将来は芸人になりたいのうん、うんうん、お医者さんって言ってどっか行った <laughs> むなしいしかもくしくもねん同じ日おばあちゃんと同じ日どっちが先やった おばちゃんが先虚しい気持ちから虚しい気持ちでいびらくわりは結構いろんな人なんでねちょっとやってほしいなと思いますやっぱお父さんはいいよなお父さんはいいよなそれ何やったっけ志村さんねお父さんいいやめちゃくちゃ感謝してるもちろんいつもありがとう俺がね小学校の時小3から小5まで野球しとったそっからバレーに行って 転勤してずっとバレないけど、うん、ずっと野球しとったんや、うん、で野球しとった時小学校3から5年生の時って、うん、まあお父さんのほうが力は強いし、うん、あそれはもちろんね,ね大人やからその小学校の野球チーム対そのお父さんの紅白戦みたいな、うん、試合があった時にお、うん、楽しそう俺のお父さんは草野球の監督して兼、うん、選手してセカンドも守りよったんや めっちゃやるやるん若頃めちゃくちゃいいそのやりよったから、うん、それを俺はそのベンチでお父さんが出てきた時に「こうこうこうで」みたいな「すごいのうちのお父さん見といて」って言ったら「ショートコロでゲッツ恥ずかしい <laughs> 恥ずかしいわすなやショートコロでゲッツ <laughs> 弱 <で>俺から見ても。じゃ違あ,あ,あんま父ちゃん弱とか弱いって。違うゲーム上とか弱いって。弱父やろ人。人の父ちゃんあんま弱いとか弱いか。弱父。いいんですんなんて <laughs> いう、ちょっと謙虚な姿勢を持ちつつ、うん、えー、イライラしたことを発散させていただきました。はい、ということで、エンディングです。はい えー、このポッドキャストのメッセージお待ちしております。うん、もう、ぼっちおときさんありがとうございます。他の方もね、このようなことがありましたみたいなメッセージを送っていただければなと思います。KOR アットマーク RKBR.JP。K r k j p 小文字で KOR アットマーク RKBR.JP がメッセージでございます。告知をさせてください。はい、10月13日ですね、カラフルフェスと言って、RKB の一大イベントの中に、はい、我々インクルージョン、そしてトランジット、そしてダザイの KOR チームがイベントを させていただく。はい、まあ、ライブをさせていただくということで、そこでネタとね、トーク、まあ、皆さんとのお話もありますので、はい、10月13日、うん、え日付とかの詳細は、詳しくは、KOR のインスタグラムをぜひ見てください。ということで、最後は、坂下占いで締めたいと思います。9月28日の、乙女座の運勢は、そう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 。う、その通り、その通り。ゴール